家康、この戦、徳川軍を前に出す。我らに死ねと仰せられるか。不服か。あ、いえ、御意に従いまする。落ち着け、イナ。父上、話してください。信長様のなさり方はあまりにも。直虎殿も取り押さえてくれぬか。こうなってはイナの猪突、そう簡単には収まらぬ。話してください、父上。直虎様、うん、イナさん、今出ていけば家康様にご迷惑がかかりますから。信長公も無茶を仰せられる。そういえば半蔵、会談中わしの背後の陣幕が激しく揺れておったが。イノシシの仕業かと。